皆さんこんにちは。横浜 DeNA の三浦大輔監督はリーゼントがトレードマークで浜の番長と呼ばれていました。娘の三浦渚さんは最近はメディアの露出が増えて可愛いと話題になっています。そんな中で三浦大輔監督は過去に逮捕されていたとの噂が上がっています。今回は三浦大輔監督の娘三浦渚さんの正体と逮捕の噂の真相を探っていきます。三浦大輔監督は入団して以来リーゼントの髪型を変えようとせず、球団から罰金を払うか髪を切るかの選択を迫られても決して自分の信念を曲げませんでした。リーゼントにする以上は野球だけはちゃんとやろうと野球にひたむきに取り組んだ名選手です。三浦大輔監督は生涯横浜ベイスターズを貫き、低迷する球団で孤軍奮闘しながらチームを牽引し、若手選手の良き模範として今でも尊敬されています。そんな三浦大輔監督の娘はメディア関係の仕事をする三浦渚さんです。これまで父三浦大輔監督と一緒に写った画像がアップされることはあったものの、顔は隠されて素顔を見せることはありませんでした。しかし三浦渚さんが成人し、現在メディア関係の仕事をしているため画像がアップされる機会も増えています。そんな三浦大輔監督の娘三浦渚さんは今ネットで話題になっています。父親がプロ野球選手の三浦大輔監督であるために話題になっているのはもちろんですが、三浦渚さんの仕事も関係しているようです。ではここで三浦渚さんのここまでの経歴や大学について紹介します。三浦大輔監督の娘三浦渚さんは現在サンケイスポーツの競馬新聞記者として働いています。三浦渚さんは1年4ヶ月の下積み生活を経験した後、2019年の夏から記者として関東関西のトレーニングセンターを取材するようになりました。現在は競馬の予想を新聞に載せられるまでに出世しましたが、予想が何度も的中するため的中クイーンと呼ばれています。予想が当たるだけでなく容姿が可愛いことも人気の理由です。三浦渚さんが競馬記者になるきっかけとなったのは父三浦大輔監督の影響です。三浦大輔監督は競馬好きで有名ですが、それだけでなく2頭の競走馬を所有する馬主でもあります。現在はリーゼントフラムとリーゼントジャンボの馬主です。そのため三浦大輔監督の自宅には競馬関連の雑誌や新聞がいつも置かれており、三浦渚さんも自然に馬や競馬が好きになり、高校の時にはすでに競馬記者としての仕事に興味を持ち始めていました。競馬記者になるためには当然大学を出ている必要があります。三浦渚さんも高校卒業後に大学に進学しているはずですが、出身大学がどこかは公開されていません。若くて可愛い的中クイーンとして活躍する三浦渚さんにはすでに彼氏はいるのでしょうか。次は三浦渚さんの彼氏の存在や三浦渚さんが経験したインスタ被害について紹介します。競馬を愛する人にとって三浦渚さんは女神のように感じるかもしれません。三浦渚さんは2023年現在で25歳と年頃の女性なので、彼氏がいてもおかしくないでしょう。しかし現在のところ三浦渚さんに彼氏がいるかどうかは不明です。三浦渚さんは2022年から SNS を再開しましたが、それ以前はインスタやツイッターのアカウントを閉鎖していました。閉鎖した理由は父親の三浦大輔監督が率いる横浜 DeNA ベイスターズの成績が悪かったために、ファンが関係のない三浦渚さんのインスタやツイッターの DM に誹謗中傷とも取れる内容の投稿をして鬱憤を晴らしていたからです。現在は SNS を再開していることから誹謗中傷はなくなったと考えられます。そんな矢面に立たされている三浦大輔監督ですが、なんと逮捕のニュースが流れたことがあります。確かに見た目からして犯罪を犯していてもおかしくないかもしれませんが、信念が強く悪い話を一つも聞いたことがない三浦大輔監督がそんなことをするなんて考えられません。一体どういうことなのでしょうか。ニュースが流れたのは2019年の10月31日で、郡山市の住宅で衣類などを盗んだとして39歳当時の男が警察に逮捕されたことが報道されました。男は容疑を認め、当時台風19号の大雨で浸水した地域などで起きた窃盗事件への関与をほのめかす供述をしているということで、警察が関連を調べていました。そしてその逮捕された男は郡山市赤城町の無職の三浦大輔容疑者でした。警察によりますと三浦容疑者は
10月23日から翌日にかけて浸水した場所に近い近所の住宅に立ち入り、レザージャケットなど2万2000円相当を盗んだとして住居侵入と窃盗の疑いが持たれています。盗まれた服などがリサイクルショップで販売されていたため、警察が捜査した結果、三浦容疑者が関与した疑いが強まったということです。警察の調べに対し、三浦容疑者はお金に困りあったと供述し、容疑を認めているということです。当時 JR 郡山駅から北西に数百メートルの赤城町や若葉町では、台風19号の大雨で阿武隈川の支流の大瀬川が氾濫して広い範囲が浸水し、これに乗じた空き巣の被害がこの他にも数件発生していました。三浦大輔監督の逮捕にファンからは、とても悲しい事件、やはり引退後の再就職支援もする必要があると思う、 DeNA のコーチは給料安いからな、これで監督就任もおじゃんか、ああ本当の不良だったんだと悲しむ声が上がっていました。三浦大輔監督がこんなことをするなんて信じがたいですが、本当に三浦大輔監督の犯行なのでしょうか。一つずつ三浦大輔監督の潔白を証明していきましょう。まず三浦大輔監督は1973年生まれで、2019年の時点で46歳です。三浦大輔容疑者は犯行当時は39歳なので、まずこの時点で食い違いが起きています。さらにこの三浦大輔容疑者は無職とありますが、三浦大輔監督は2019年の時点でベイスターズのコーチに就任していたので無職ではありません。強いて言うならば、プロ野球のコーチも選手と同様に年俸制の個人事業主となるので、定職についてはいないということで、無職と言ってしまえば無職かもしれません。それでも無職だと言い張るにはやはり無理がありますね。つまり三浦大輔監督と同姓同名の人物による犯行ということでした。当然三浦大輔監督とこの三浦大輔容疑者は無関係です。ただレザージャケットを盗んでいるという点は少々リアル感がありますよね。ネット上ではこのことは話題となっており、もちろんファンは同姓同名の人物による犯行だということは分かりきってはいましたが、三浦大輔監督はファンから愛されているだけに、三浦大輔容疑者と呼ばなければいけないという事実が辛いと嘆くファンが多くいました。そこまで珍しい名前ではないので、全国を探せば他にも同姓同名の方はおられると思います。全国の三浦大輔さんはどうか本人とその家族、そして横浜 DeNA ベイスターズファンのためにも悪いことはしないでいただきたいものです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。